西、劉成立は、大韓民国海軍の駆逐艦。清掃大王級駆逐艦の三番艦。艦名は文読、慶長の役期の李氏朝鮮最小であった、劉成立と、その方である西、に由来する。が、特殊文字であることから、西劉成立とも表記される。当初の艦名は、県立が予定されていたが変更されている。西、劉成立は、KDX。 3 e ー,ージスシステム搭載型7600トン旧駆逐艦として、現代重工業ウルサン造船所で建造され、2011年3月24日に、国防部長官金艦鎮、海軍参謀総長カンナリさんらが臨席の下で、浸水式を実施、2012年8月30日に竣航し、海軍に引き渡された。防衛事業庁によれば、2012年3月に、 公開中のところソナー保護装置であるウィンドウが破損したことが明らかとなる。当該部品の価格は約10億ウォンで対策として海上ゴミなどの浮遊物を避けて航行するように防衛事業庁が指示していたことが明らかとなる。破損部の交換は時間がかかるとみられ2013年2月に入手、同年8月頃に交換できるとされる。2012年12月。 北朝鮮によるミサイル発射実験に対応して、韓国海軍保有の全員イージュス艦が出動し不足の事態に備える。同月12日、ミサイルは発射され、沖縄西方の上空を通過したミサイルの軌跡を探知している。2014年には艦隊兵洋合同演習に参加、艦対空ミサイルによる標的の迎撃を行った。ありがとうございます。